Teamwork, Adolos, Korain! スピラの各地より集いし、勇敢なる討伐隊諸君、己の選んだ道を信じ、存分に戦うがよい。君たちの優先、エボンの老子、このシーモアがしかと見届けよう。はっ！どういうことだあれ。どうしてシーモア老子は討伐隊を応援するんだ。アルベド族の機械を使う作戦だぞ。教えに反する作戦だぞ。 教えに背いてはいるけど、みんなの気持ちは本当だと思うな。シーモア様もそう思ってらっしゃったんだよ、きっと。おい、ルー。ただの視察じゃない？本人に聞くんだな。 やはりアーロン殿でしたか。お会いできて光栄です。ぜひお話を聞かせてください。この10年のことなど。俺はユーナのガードだ。そんな時間はない。それはそれは、アーロン殿がガードとは心強いですね。はい。どうかそんなに緊張なさらずに。シーモア様は、なぜにここにいらっしゃられますのでしょうか。普段の言葉でどうぞ。エボンの教えに反する作戦止めないとまずくないですか。確かにそうですね。しかし討伐隊もアルベド族もスピラの平和を真剣に願っています。 彼らの純粋な願いが一つになって、ミエンセッションが実現するのです。エボンの教えに反するといえど、彼らの志は純粋です。エボンの老師としてではなく、等しくスピラに生きる者として、シーモア・グアド個人として、私は声援を惜しまないつもりです。でも、アルベド族の機械はまずいっすよ。見なかったことにしましょう。 老師様がそんなこと言ったら、みんなに示しがつかないっすよ。では、聞かなかったことに。マジっすか。初めて見た時からシーモアは好きじゃなかった。でもこの時はシーモアの方がいいこと言ってると思ったんだ。 ユーナ様とガードさんたちですね。はい。作戦司令部へどうぞ。
シーモア老師がユーナ様ぜひとのことです。はい。司令部はあっちなのでそっちの道からどうぞ。こっちの方は作戦準備でごたついてるんですんませんです。連絡は受けております。ボス
私のせい。でも討伐隊の方々を見ていると何もせずにいるのが辛くて、だから今は私にできることで力になれたらって思ってます。負けらんないよな。おっどうしようかな。
常にこうありたいものだな。なんで先輩だけですか？俺も前線で戦わせてくださいよ。上の決定だ。俺だっていつまでも新米じゃないんです。前線に出してくれたら証明してみせますよ。司令部を守るのも大切な任務だろうが。俺がビサイドからここまで来たのは真と戦うためです。分かっているが命令だ。さっさと配置につけ。先輩！通行許可が出たのか？ああ、ガッタ、かわいそうだったな。戦わずに済んで運がいいじゃねえか。大体なんで戦うんだ？主役はアルベド族の機械だろ。はっきり言ってしまえば、俺たちの戦いは、そう、機械の準備が整うまでの時間稼ぎだな。ワッカ、もう話す機会がないかもしれないから謝っておきたいことがある。ルッツ、ダメ！なんだ？お前の弟を討伐隊に誘ったのは俺だ。すまん。落ち着け、ワッカ！一緒にブリッツやっててよ。大会で一回でも勝ったら、勝ったらルーに結婚申し込むって楽しそうに話してたのによ。ある日突然討伐隊になるだもんな。好きな女と一緒にいるよりも、そいつの近くに真を近づけないように戦う、そっちの方がかっこいいかもってあいつは言ってた。リュウ、知ってたのか？この旅に出る前にね、聞いた。ルルーのパンチも効いた。前線に配属された隊員は速やかに海岸に集合。悪い、時間だ。ルッツ、死ぬんじゃねえぞ。殴り足りないか？全然足りねえ。ルッツさん、ダメ、行っちゃダメ。ありがとう、ユナちゃん。通してやれ。お前が召喚師の道を選んだ覚悟とこの男の覚悟は同じだ。邪魔するな。どうしてユナが道を開けたのか、それが分かったのはずっと、ずっと後のことだった。
嫌いなんだな。チャップはね、ワッカが送った剣を島に置いていったの。そしてアルベド族が作った機械の武器を手に入れた。そんなことは関係ないだろう。教えに反する機械が嫌いな毒だ。